はい、猫肉系の猫文太です。皆さんどうもご視聴ありがとうございます。はい、今日はね、節分2月3日ですね。今年は南南東向いて黙ってくれということでね、今日も本日も二輪館の方にね、お邪魔させていただいて、お邪魔させていただきます。今日の用は何か言ったらね、買い物を二輪館でね、先週1週間前ですかね、ちょうどね、しびれを切らしてね、この手のビラビラじゃないですよ、寒さのあまりね、まあジクサーに切り替わる前は PCX のバイクで、スクーターですよね、 125cc の、あれはホンダの純正のものを取り付け、冬をね楽しく走行ね、ライドしてたわけなんですけれども、まあ去年の事故来ね、事故にあってからね、バイクが廃車になって、せっかく高い買い物をね、水の泡にしてしまいましたけども、まあそのジクサーにね、新車として私の相棒になってからね、冬場北海道っていうかな、カインズホームの ホームセンターカインズホームっていうのがありますけども、そこのね自社ブランド品ですね、安く回路が買えるということでね、まあ買ってたんですけども、で、グローブにね、手のひらと手の甲をですね、回路をね、両面テープ、両面と違うね、あのテープ付きなので、このグローブの布地のところにね、表と裏のね、両方入る L サイズですね、それをつけて、しのいでおったわけなんですけども、あれはね、買って正解なんだけども、このグローブにちょっとね入れるとね、1時間もせんしないうちにね、北海道の、砂鉄ですか、砂鉄が固まってしまいましてね、こうハンドルをこうグリップを握るたんびにね、柔軟性がなくなってしまいましてね、で柔軟性がなくなるとね、手が硬直するんですよね、イメージ的に。でですね、これはもうちょっと手が疲れるし耐え難いわ思ってね、でももうね、冬将軍ね、大寒波がね2回来ましたけども、それも耐えてですよ、走れたんですけども、今六甲山ちょっと雪降ってますね、2月3日雪、六甲山あちらの方雪が降っております。今降ってる最中やね。でもう今日はね、先週一応お店の方で、この PCX じゃなくてジクサー用のね、ジクサー用ではないんですけども、このグリップが 120cm のタイプをね、買いに行こうかということでね、今日ね予約を入れまして、とうとう予約入れましてね、で今ちょうど二輪館さんの方にね、もうじき着くわけなんですけどね、まあ寒い寒い思ってね、こう辛抱して走っとったらね、肩まで硬直してね、血行が悪くなってね、でさらに寒い寒いと思って余計にね、股間あたりも硬直してね、
リーグリップも緩んでしまいましてね、まあバランスが悪いということでね、まあとうとう予約したということでね、この猫文太はね、猫だけに、こたつで丸くなるではないんですけども、自分の手のひらをね、ジクサーに新しくグリップヒーターつけてぬくぬくと丸くなってみたいと思います。まあ、取り付けるグリップヒーターはですね、エンデュランス製の、120センチの全周巻きというタイプで、バッテリーをね、モニターする機能もついてますので、まあオールシーズンタイプっていうのかな、それをね 12V ラインでね、まあつけてもらうということで、まあお願いします。それではね、まあとりあえず二輪館の方にもう着きますんで、またね後ほど。はい、猫肉系の、猫文太。はい、あれからはですね、まあ二輪館でね、同じ YouTube のね、イサムさんがね、イサムチャンネルさんが、会いに来てくださいまして、一人寂しくなるのかなと思ってたんですけど、会いに来てくれまして大変嬉しく思います。でですね、グリップヒーターの方を、実際に3時間に30分ぐらいね、取り付け完了まで、かかったということでね、バッテリーからね、直接、取りたかったんですけども、ピットの方が、すでにね、他の USB 機器が、2つセットされているので、そこからは同じ箇所からはグリップヒーターの電源はいけないということで、どこから取ったかというと、ここのポジション給ですね、ポジション給のところから、分岐させてこのグリップヒーターね、エンデュランスのグリップヒーターをつけたということです。それでは帰りましょうか。これでね、エンデュランスのグリップヒーターで快適に、春先までね、快適に走行できるということで買っちゃいましたということでね。おう、これは確かに、ぬくいだわ。うん。ぬくいぬくい。設定の方ね、マックスの方で今ね、温度の方、マックスでやってるんですけど。おう、これは、ぬくいわ。おう。快適。快適すぎる。北海道はあかんわ。今まで北海道で、ね、少ない期間だったけど、こっちのグリップヒーター、極楽だ。もう文句の言いようがない。これはええわ、これはいいわ、これはいい、ほら、快適だ。やって正解。
PCX の頃のグリップヒーターがね、懐かしい、それがね、今ね、ここに蘇りました。これからね、長いことね、まあ寒いシーズンですけども、グリップヒーターね、活躍してくれると信じて、これでね、動画の方ね、終わりにしたいと思います。でね、イサムチャンネルのイサムさんがね、会いに来てくださいましてね、嬉しく思います。それでは皆さん、猫肉球でした。さよなら。